はい、どうもこんです。ということで今回はこちらのティムールフラッシュを紹介したいと思います。こちらのデッキですが、今月行われたグランプリリオンの PTQ において見事準優勝を達成したリストですね。まあ、見た通りシミフラを軸としているのですが、赤もガッツリと入れてメインからサイコスの巨人を採用することによって、赤タンなどのアグロデッキへの耐性をつけています。さらにサイドボードにはカウンターを除く合計11枚の対赤タンカードが採用されていて、徹底的に赤タンを目立った構成になっていますね。2マナ以下の生物を9枚採用していることと、サイコスの巨人もあるということで、フラッシュ系が苦手なティフェリーに対しても、割と対処するのは楽になっていますね。まあ、回した感じが思ってた以上に強かったので、実際にどんな感じで回るのか試合の方をどうぞ。さあやっていきます。こちら先手、カウンターはないのですが、まあ、キープはできるハンドかなという感じですね。さあとりあえず、船乗りを構えていこうと。まあ、1ターン目に出すパターンだとあまり強くはないのですが、さあ相手は青黒ランドからスタート。カウンターを構えていきたいですが、現状カウンターを引けていないので、まあ一応踏みつけを構えていく形ですね。まあ、相手はおそらくコントロールっぽい動きではありますが、グリクシスクロックサですね、これは。まあ一応トリトンも焼いていきますかね。ここで保護者、土地が全てタップインなので、まあとりあえずタップインさせていくしかないですね。さあ1点入れて残り18まで。アンタップインの緑マナが引けるとだいぶでかいのですが、相手は何かしらのスペルを持ってそうな動きですね。さて、まあ、一応神秘の論争を構えていきたいかなと。殺し屋、まあ、相手がコントロールということでカウンターを引いていきたいですね。さあとりあえず1点入れて残り17まで。相手は除去を持ってそうですね。サイコスの巨人はいいでしょう。まあ、相手にもカウンターは透けていると思うので、はい、一回ハンデスを打たれますが、これはまあカウンターしないとダメですね。おお、ただもう一枚持っている。まあ、エリマキ神秘化を抜かれてますね。まあ二段構えは仕方ないかなと。さあスクライからヨムレの復兵、まあとりあえず保護者を出していきますか。保護者プラス、踏みつけですね。さて、どちらも強い、3枚とも強いですね。これが一番弱い感じか。いやーどうだろうな。さすがに隠してる方をピックしそうな感じはしますが、ここは2枚の方をピックしましたね。3枚とも強いアトリスは最強カードですね。さて、まあとりあえず殴っていきますか。ヨムレの復兵を先に出した場合、サイコスの巨人が出せなくなるので、かなり微妙な気はしますが、まあそれでも復兵を構えていく形の方がいい気はしますね。さあここはティマレットを置いてくる。そしてクロクサが落ちたので、これはもう次のターンにクロクサが出てきますね。カウンターを引けないとかなりまずい状況ですね。さあサイコスの巨人をプレイ。とりあえずカウンターが欲しい。借り手か。まあ借り手は悪くはないかな。
さあ、とりあえずそのまま GO で、X3 でパンプアップしていきますかね。まあ、一応クロクサが出た、スタックでバウンスすることができるので、まあ、悪くはないかなと。ここは借り手でバウンス。借り手からのクロクサかな。こちらとしてはクロクサをバウンスするしかない気はしますね。ただ次のターンにもう一回クロックスが出ることを考えるとかなりきつい盤面ですね。まあ、確定カウンターが引けないとだいぶきついかなと。ここはもう一回借りて、まあとりあえず三三は殴っていきますか。一応クロクサをバウンスすることはできますが、かなりきつい盤面ですね。いや、トークンバウンスか。まあディスカードしないといけないので、トークンをバウンスでいいかなと。まあ、そのまま、クロクサは出てきてしまうので、まあ、クロクサはトークンで延々とチャンプをしていく必要がありますね。一応まあ飛行クロックが出せるということで、まだワンチャンはあるかなという、形ではありますが。さあ3点取って残り11。これが一旦早く引けてれば、またちょっとは違ったかなという形ではありますが。おお、もう殴ってくる。なるほど。まあ、借り手を出していきたいので、神秘化はディスカードしてもいいですね。むしろ6点通すまであるか。6点通した場合、上6点通って残り5。3体。ああ、借り手もあるのか。難しいな。いや、さすがにブロックするか。まあ、一体ジョクられても大丈夫なように、トリプルブロックで、クロックサを落としていくと。まあ、相手が借り手を、唱えることができるということで、一体は相打ちを取られてしまいますね。さあ、ここはニコラ・ボーラスをキャスト。まあ、復縁を倒していくと。まあ、まだワンチャンはあるかなという形ではありますが。まあ、全てが一ターン遅い。まあ、一応ボーラスを落として、本体にも2点、いや、3点入れていくと。ああ、そういえばそれ持ってましたね。まあ、カウンターで。まあ、借り手を見せておきますかね。お、さあ、ここはいらない2枚をドローしていく。そしてイオンか。まあ上2体殴って、これサイコスの巨人。お、これ勝ちましたね。さあ、これで8点通るのでなんとか勝利。結構ギリギリの試合でしたね。さあ、やっていきます。1本目負けて2試合目。まあカウンター除去とあるのでキープはできそうですね。
とりあえず蒸気口を置いて5、あとまあクロックを引いていきたいかなと。さあ引き師とカウンターを構えて5、まあ借り手から行くプランもありますね。さあ山を行って解体者、まあ一旦火消しでお茶を濁していきますかね。さて、緑マナを引いていきたいですが、まあ一応借り手を素出しできるように、職員ですね。次のターン緑マナが引けるとだいぶでかいが、さあ神々の僧侶、追加で何かしら持ってそうではありましたが、まあ借り手を出しておきますかね。お、緑マナは引きましたが、ここはタップインか。とはいえまあ次のターンに渡していきたいので、ここはタップインからでいいかなと。神秘化はまあもらっておいて OK ですね。さあ3点入れて残り17まで。職員かまどか、ここは通しますか。からのういごさらい、なるほど。この状況であれば火力は打っても良さそうですね。まあ相手は借り手を、かまどで探りたいはずなので、お、ここは探ってくる。もう一枚かまどがある感じですかね。使いまで1点ドレイン。お、もう一枚ないんだ。なるほど。今の動きはちょっとあれですね。まあミスの可能性が高いかなと。さあカウンター2枚を構えてターンを渡していく。まあ2点はいいでしょう。2点通って残り11。徘徊者はカウンターしていく。まあ、襟巻き神秘化は使いまでブロックされてしまいますが、まあ、その次のターンからは、こちらが6点クロック、9点クロックと、どんどんとクロックを上げていくことができますね。まあ、ここは、借り手だけアタックして、襟巻き神秘化はブロッカーとして立てていくだけで OK ですね。まあ、こっからはね、神秘化が、連打することができるので、よっぽどのことがない限りは勝てるかなという盤面ではありますね。さあ相手はここはもう、はい、徘徊者を脱出させていきますが、さらに神秘化でカウンターしていく。これはもう殴っていって大丈夫ですね。さあフルパンから9点クロック、相手は当然ブロックしてきますが、はい、ここでかまどを起動。まあ一応2体とも帰ってこれはしますが、まあ、帰ってくる使い魔に対しては、伏兵でブロックすることが可能ですね。使い魔起動で1点ドレイン。さあここは1体だけ戻してきましたね。まあ伏兵まで出すとさすがに投了してきそうかなと。さあフルパンで相手は、2体チャンプしていく必要がありますね。
さあ2体チャンプでかまどで、まあなんとか耐えてはいますが、6点通って残り5まで。まあここから盤面をまくられることはおそらくないはずかな。さあ使い魔起動、ラストのドローが何か。まあ何でも、リマキシンピカでカウンターすることはできるので、何を引かれたとしても勝ち確定の盤面ではありますね。さあここでさすがに投了と。 OK。 はい、ということでいかがだったでしょうか。まあやはり赤を足したことによって、ラクトスアリストクラッツなんかにも有利が取れますし、4化のおかげで結構タイトなダメージレースもこなすことができますね。まあ、ただ見てもらった通り、3色ということでマナベースが結構きついのと、その影響で4マナミがタップインする可能性が、シミフラより増えているのがデメリットではありますね。とはいえ、まあ今の環境であれば、赤を足すメリットはかなり大きくて、まあ特にね、アリーナでは赤弾が多いということもあるので、フラッシュ系を使いたいのであればこの、ティムールフラッシュであったり、まあ少し前に紹介したフラッシュアドベンチャーなんかがおすすめではありますね。まあ、PTQ でね、結果を残しているデッキということで、まあ、強さはね、証明しられているデッキではあるので、よかったら皆さんも作って遊んでみてください。はい。ということで、今回は以上になります。よかったらね、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それでは、またね。